恩人。ほら、悪魔の国へやられたけどよ、俺はまた生きてこの世界に戻ってきたぜ。分かってたんだぜ、どうせお前は俺に会いに来るってな。前にここと似たような寒い場所でダチと悪夢の中に閉じ込められることがあったな。おかしいぜ、何もかもが最悪だったのに、なぜ俺は面白いと思ってるんだ。悪夢に壊される覚悟はできたか。一体俺をどうするつもりだ。苦しんでいるものが欲しい。この悪夢を楽しませてやるよ。俺がバラバラになったところを見たいだと、誰が見せるかよ。チッ、もういいだろ。恩人、知ってるか、ただ真っ当に生きるってことが多くの者にとってもう難しいことなんだ。勝つのは苦しみを楽しめる者だけだ。今は気分がいい、わざわざ傷跡を避けて触らなくてもいいぜ。後悔してるのか。残念だったな。俺とあんたの間のことはお前に選択肢はない、俺が全て決める。理由？どんな理由が欲しい。この世界の真実はあんたもよく知っているじゃねえか。分かってるのか。俺がお前に手を差し伸べたのは悪夢の中に引き込みたいからだぜ。それでも俺を愛してるというつもりか。なんだよ、俺のこの悪夢まで愛することができるって。お前は本当に本当に世の中で最も愚か者で理解できないバカだ。言っただろ、俺はあんたをあの灰色の監獄に閉じ込めたいんだ。後悔したくないなら俺の自制力を試すな。俺とこうやって傷つけ合うような関係を続けているのはお前も楽しんでいるじゃねえか。俺の夢を見るな。この体にだって嫉妬するんだ。分かったな。毎晩悪夢を見ても何も感じないよりマシだ。この血液が沸騰するような感じ、何の花に似てるんだろうな。ふざけるな、間違ってるのは俺じゃない。なんだ、食べ物なんかよこして。優しくされたらあんたの言うことを聞くとでも思っているのか。